ました。さて、浜銀のマスコット浜ペンが今慎重に階段を降りているところでございます。頑張れと声援が飛んでおります。はい、だいぶ手間取っておりますけれども、はい、あの通帳を作るときは手際よくやりますので、ぜひ皆さんご協力お願いします。浜ペンありがとうございました。来年もぜひご支援お願いします。ありがとうございます。今方向見失いかけてます。あ、そうですね、皆さんあのコーラスターの皆さんに手を振ってくださいね。浜ペン右です。あ、そう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 、よかったです。ペンギンなんです、ペンギンなんです。分かってました、分かってました、ペンギンでした。さあ、だいぶいい感じで、暗がりになってまいりました。花火に皆さんつないでいただいていると思いますが、今回の開校祭は横浜市ととっても縁が深くなったこのグループに3日間お世話になることになりました。初日のオープニングセレモニーは土曜日の午前中からここに来てもらいました。そしておとといの日曜日はコンサートで思いっきり盛り上げていただきました。今日はこれのために千人コーラス隊の皆さんと一緒に歌うためにこのステージに間近に登ってきてくれます。電波組いっくはい、皆さん、ステージに上がっていただきましょう。はい、電波組インクの皆さんです。はい、並びきれますか、並びきれますか。はい、はい、じゃあ、あのちょっと一旦マイクを渡して改めて自己紹介、ご挨拶をしていただきましょう。お願いします。マイクソングを世界にお届け、電波組インクです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、どんなお召し物でも完璧ですね。はい、ありがとうございます。いや、3日間来ていただきまして、今のこの会場の雰囲気、お気持ちいかがですか。お一人ずつあのお名前をおっしゃってから感想を言っていただければと思います。はい、リサチンこと相沢リサです。1日目はあのお昼に、そして2日目は夜に、で今日はこうやって夕方に、もうなんか週でいろんなこのね景色がこのステージで見ることができて、また今日はちょっと活気も違ってすごくワクワクしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きましてどうぞ。はい、そこと鳴瀬恵美です。今日はたくさんの皆さんと一緒に歌を歌えるということで、とても楽しみにしております。さっきもあの皆さんが歌っている間、裏の方で一緒に今やられていただく曲をなんて踊れないんだって江田さんだって、はい、乱入しました。やめて、あれはね、ちょっとね、電波組なんでこれちゃんと踊ってたんですけど、ノリノリで歌っていただきました。これから歌うのが楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、野上です。この日のためにあの頑張って練習して練習してきて、家族の皆様と、そしてこの人を皆さんに楽しみにしてください。一緒に盛り上がってとても楽しいし、私は去年のチームの一員になったんですけど、練習もこれからよろしくお願いします。お待ちしております。はい、どうもありがとうございます。あのあちらのお父様たちが、お外の中に写真を撮ってくださってるのがですね、いい感じでございまして、あの いい距離感でございますよね。近いですね。ありがとうございます。では最後の皆さん、方までメッセージ挨拶をいただきましょう。お願いします。今日はですね、よかったら皆様も一緒に何かこう歌える曲を歌いますので、みんなで歌っていただきます。
思っております。そしてこの横浜で楽しい思い出作っていきましょう。皆さん今日はよろしくお願いします。さあそして最後、はい、ねむきゅんこと夢みねむです。いつもは電波グミンク6人で歌ってるんですけど、今日は多分電波グミンク史上最大メンバーでお届けします。みんなで電波グミンクの気持ちで精一杯素敵な歌をお届けできると思いますので、皆さんも楽しんでください。よろしくお願いします。はい、電波グミンクの皆さんにご挨拶をいただきまして、本当に3日間よくお付き合いいただいて本当にありがたい限りですね。リハーサルも含めるとね、もう多分皆さんの心は一つになってると思いますんで、ご参加の皆さんもじゃあ今年は電波組と一緒に歌ったんだということで、今から2曲歌を歌っていただきます。曲順は皆さんお分かりですよね。強い気持ち強い愛、そしてダンスダンスダンス、なんて言ったってダンスのイベントもやってくださるわけですから、やっぱり電波組行くといえばこの曲まで行っていただきましょう。2曲続けて皆さん今一度大きな拍手でどうぞ。